熟練のかつら職人が新潟で手作りをしております。オーダーメイド専門のかつら屋さん、レディエンスの小林です。私は大学時代アメリカに留学をしておりまして、当時ですね、卒業後は日本ではなく海外で仕事をしてみたいと思っておりました。そんな時にですね、タイで働ける日本人社員を募集するしているといった内容の広告を某かつらメーカーが出しているのを目にしまして、面接を受けることにしました。